練習か。おい、全然練習してないじゃん。いや、してますよ。動画見てたじゃん。楽譜見てたんです。大笑いしながら。ええ、私音楽を漫才の掛け合いのように感じ取ってるんで。意味わからんし。よいしょっと。はい、撮るよ。もうですか。私だって予定あるもん。早く終わらせるよ。先生、風邪ひいて大丈夫ですかね。死んでもおかしくないですよ、喘息持ちだから。不謹慎なこと言わんで。ちょっと手伝って。はーい、ありがとう。先生、リモートでも送り出すんだろうな。てか、スマホで撮ればいいんじゃないの。ずっとスマホ持ってると疲れるだろうからって、先生が。先輩、もう撮ります。もう大丈夫なの。はい。ちょ、何やってんの。先輩、撮影中に入ってこないでください。やり直しじゃん。あれ、反応しないの。これだ。あれ、ほら、先輩が来たから。いや、私たちじゃないでしょう。いや、待って、全然手元映ってないじゃん。いや、後から音源つければ弾いてるように見えるでしょ。何言ってんの、絶対バレるわよ。こんなことしてるのバレたら、私のコンクール出場もどうなることか。何やってるんですか。私が撮ります。ちょっと貸してください。やめて。いや、私がやります。うわぁ、自業自得ですね。不都合なデータが消えてよかったんじゃないですか。何言ってんのよ。ちょっと待って、全然つかないんだけど。しょうがないですよ、諦めましょ。いやそうもいかないって。どういうこと。いいですって、そのうちつきますから。はい、もしもし。順調？あ、はい、全部順調です。はい。あ、よかった。あ、その貸したカメラ、息子の卒業式の映像入ってるから大切に使ってね。もしもし？もしもし。はい。はい、もちろんです。あ、大丈夫です。はい。あ、じゃあまた連絡するね。あ、はい。頑張ってね。はい。